休校のの女の子とある学校で旧校舎から女の子が見ているという噂が広がったその学校には使われていない3階建ての旧校舎が校庭を挟んで新校舎と向かい合わせに建てられていた旧校舎はもう数十年は使われておらず先生から入ることは禁じられている。 その旧校舎の3階の一番端の教室に女の子が立っているというのだ最初は鈴木くんだけがその女の子に気づき他の友人は誰も見たことがなかったのだが次第に見たという人が増えていったその女の子はおかっぱの髪型で なぜか鈴木くんが校庭にいる時にだけ現れていた皆はお化けだと怖がっていたが幽霊なんて怖くないと思っていた鈴木くんは「やべえ俺のこと好きな子なのかな」なんてのんきなことを言っていたそんなある日友達と学校から帰宅しようとした鈴木くんがふと休校舎を見てみると また3階端の教室からあの女の子が見ていた。よし今日こそあの子に会いに行ってみるわ。絶対にやめた方がいいという友達の忠告も聞かず、鈴木くんは一人、休校舎へと入っていった。立ち入り禁止と言われているものの、休校舎への侵入は皆が経験していた。裏の入り口から侵入できるのだ。 しかし、二階や三階へ踏み入ったという人は今までに聞いたことがない。鈴木くんはギシギシ音を立てる階段を上って、三階端の教室まで向かった。たどり着いた教室のドアを引くと、中は物置場のようになっていた。ほこりが積もった机や椅子が所狭しと重ねて並べられている。そして、 その窓際に女の子が肘を窓枠に乗せて立っていた「本当にいた!」と一瞬心を躍らせたものの明らかな異変に鈴木くんは気づいた女の子は腰まで長い髪が伸びていたのだがそこから下の下半身がなかったのだ「これはまずい!」 鈴木くんはそう思ったものの恐怖で体が思うように動かない。すると女の子の首だけがゆっくりと後ろへ回り始めた。首を真後ろに向けた女の子の顔は青白くボロボロで目には穴だけがあり、口は耳まで裂けていて人間ではなかった。うわぁ悲鳴を上げて鈴木くんが後ろへ尻餅をつくと、 その女の子は肘をかけていた窓際からトカゲのようにはって近づいてきた。鈴木くんはとにかく夢中で逃げて階段を転げ落ち、全速力で急行車の出口へ突っ走った。急行車の裏には鈴木くんの帰りを友人たちが心配して待っていた。するとそこに血だらけになった鈴木くんが飛び出してきて、やばいやばいと、 大声で叫び、パニック状態に陥っていた。わけのわからない友人たちが、どうした、鈴木と尋ねるものの、鈴木くんは、ああと大声を上げて泣き叫ぶばかりなので、急いで職員室へと担ぎ込まれた。職員室でも取り乱している鈴木くんを見て、先生たちは開校一番に、まさか、休校舎に入ったのか と尋ね友人たちが「そうです」と答えるなり数人で急行車の方へと向かっていったその後鈴木君は階段から転げ落ちたため体のあちこちを縫う怪我をしたもののなんとか回復した急行車は先生たちによって厳重に封印されどこからも侵入できないようになってしまった こんな事件が起きたのに先生たちに詳細を聞いてみても「急行車には近寄らないように」の一点張りで何も教えてくれない鈴木くんはすっかり懲りたのかその日見たというお化けの話はしてくれるものの急行車には近寄るどころか視界にも入れないようになっていた先生も協力して鈴木くんにだけは 校庭で体育の授業をさせないという特別措置を取っているところを見るとかなりやばいことになっているのは間違いないのだろうそしてこの話を鈴木くんから聞いた人たちはなぜか頻繁に休校舎の3階の端の教室にいる女の子のお化けを目にするようになった以前は鈴木くんがいなければ 見れなかったはずなのに。